ちょっと言いにくいんだけどさ、ちょっとお金貸してほしいんだよね。10万くらい。10万？うん。なんで？はい。皆さんこんにちは。少量チャンネルのりょうでーす。はい。今回はですね、久しぶりにまた翔ちゃんにドッキリを仕掛けてみたいと思います。イエーイ。はい、今翔ちゃんはですね、ちょっと編集してくれるとか言って、どこだっかな、どっかに行ってくるって言ってたんで、その間にちょっと動画撮ってるんですけれども、今回のドッキリの内容は、僕が急にお金を貸してって言い出したらどうなるかを検証してみたいと思います。イエーイ。どうかな。まあ今までね、翔ちゃんにお金を貸してって言ったことはないと思うんですけど、結構翔ちゃん金銭面にしっかりしてるタイプなので、もし僕がお金を貸してとか言い出したらめちゃくちゃ怒りそうな気がするんですけど、で今回はですね、僕結構携帯ゲームをするんですけど、まあ普段携帯ゲームするときに課金はまあしない方なんですけど、まあその結構課金をしてしまってお金がなくなったから、ちょっとお金を貸してくれっていう風に言ってみたいと思います。金額はそうだな、10万とか言ってみようか。10万、リアリティがないかな。まあいいか、ドッキリだから。ちょっと10万貸してって言ってみたいと思うので、ちょっと反応を楽しみにしててください。おかえり。いいじゃん、明るい方がいいって。いや別に何もない。ねえ、ちょっと翔ちゃんにさ、お願いしたいことがあるんだけどさ。何？まあ、お願いしたいことがあるんだけどさ。いやちょっとね、言いにくいんだけどさ。言っていい？ちょっと言いにくいんだけどさ。いやなんかどうしよう、言わない方がいいかな。何？いやちょっと言うね。お願い事があって、ちょっとお金貸してほしいんだよね。何？いくら？10万くらい。10万？うん。なんで？ほら、俺、いや、多分怒るかもしれないんだけどさ、うん、携帯ゲームしてるじゃん。うん。なんか最近なんかすごい、いいアイテムとかがもらえるキャンペーンとかやっててね。それで、ちょっとついつい課金したの。10万。まあ、1回にじゃないんだけど、なんかいいアイテムが出るまでみたいな感じしたら、なんか結果なんかそれくらい使っちゃってて。で、貸してくれないかな。なんか、まだほら給料日までさ、日にちあるじゃん。うん。もうちょっと生活厳しいなみたいな。なんで？どうして？いや、ほらあんまり課金とかしないんじゃない？そう、課金とかしないんだけど、うん、なんかものすごいなんか欲しいのがあって、うん、でも欲しいものってそんな実物でもなんでもないじゃない？うん。まあね、ダメ？どうだろうな。貸さないけど、貸さないよ。貸してはダメだよ。貸さないよ。貸さないよ。だってそんな、だってまたするでしょ。てか、いやしないして、しないしない。いや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 。消して？いや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 。いやほら、それ消すとさ。
もったいないじゃん。もったいない。もったいないな。でももうしないから、もう絶対か、じゃあ、そのゲームはするけど、うん、課金は絶対しない。うん、いやー、ダメでしょ。そんな、そんなことないでしょ。そんなことなくない。いや、やらない。本当に約束する。だからさ、ちょっと今回だけちょっと貸してほしいな。いや、なんか、自分、いや、別にいいと思うの。別にゲームで課金しても別に構わない。な、それは自分のさ、働いた給料内でさ、賄えるというかさ、自分が好きなことだから、それでゲームがめちゃくちゃ好きで、それを、それで励みに頑張ってやってるなら別にそれはそれでいいとは思うけど、でもお金を貸してって言うと話が変わると思う。だってそこまでしてっていう感じじゃない、うん、なんか好きなことして自分のお金では出すのは別に構わないけど、うん、ダメでしょ借りるっていう話じゃん。でそれもどうしようもないことだったらまた別よ。あの、うん、なんか誰かが病気になりましたとかそういう話だったらあれだけど、ゲームって別に俺してないじゃんゲーム一切。うん、してない。だから別にしなくてもいい。してもいいけど、うん、借りるのは違うんじゃない。じゃあてかなんで考えなかったの。いや、どうにかなるかなって思ったの。どうにかな、どうにかな。そう。え、じゃあどうしたらいい。いや、別にその支払いとかってこと。いや、支払いとかっていうのは別に大丈夫なんだけど、うん、あのまあ給料日までの生活費、うん、生活費、ああ別にそれぐらいなら別にご飯代とかだったら別に出せばいいけど、貸しはしないの。別にご飯一緒に食べに行った時とかそういう時は別に出すけど、別に貸すとかそういうのはない。しないでいい。そしたらちょっと別のところから借りようか。ダメでしょ、そんなん。ダメでしょ、だって借りたらさ、それ以上に払わなきゃいけないもの多くなると思うし。まあ、ね、借りるのは絶対ダメ。じゃあどうしたらいい。だから俺がご飯代とかは出すけど、それ以外はあの、ご飯代以外何いいでしょう。ご飯代とかは何いい行かない。なんだよ、何気づきませんか。は、何いたお前こっから飛び降りろ。飛び降りろよ。いや、そう、はい、はい、ネタバラシ、イエーイ。はい、というわけでですね、今回は急にお金を貸してって言い出したらどういう反応をするかを検証してみました。なんかそんなんばっかりじゃん。そんなんばっかりよ。そんなんだから。いや、もっと怒るかと思ったけどさ、なんか意外と冷静っていうか。びっくりした。課金する人と思ってなかったから。あ、ゲームをね、うん、しかも10万も、うん、なんか10万課金するってどんなんだよって思うよね。もし俺がしてたらね。そういう人もかもしれない。別に課金することは別に悪いとは思ってなくてもいいけど、うんうんうん、でも自分でまかなえないくらいになると確かに違うかなと思って。それをまた人に借りるとかなるとね、うん、まあ僕は課金しないタイプなので大丈夫です。ただで楽しむタイプ。はい、はい、というわけで、はい、今回は翔ちゃんにドッキリを仕掛けてみました。いかがだったでしょうか。はい。ごめんね、うん、はい、というわけで
今回の動画が面白いと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。これはちゃんと言えるんだね。